付きがいい感じだね。まあ分かりづらいか。手前のライトが綺麗だもんね。和州下町さん、寺源さんです。成平かな。住所はどこになるんだろう。でもこれ成平公園だもんね。本日も下町ハンバーガーです。あれどこだっけな、もうちょっと北だったかな。確かここら辺だったよ、ね。あったあれだ。何て言うんだろうか、60年代50年代のアメリカって感じで、今更ながらだけどハンバーガー屋さんってみんな元はみんなアメリカンだからね。南部だったり西部だったりアメリカの昔を模してる感じだよね。これ待合室？椅子だね。しゃれてるね。どうかな？窓際来てくださいって言われた。窓際っていうか入り口側はあんまり好きじゃないんだけど、でもこの店が一番洒落た席だと思うんでここにします。だよね、アメリカンって感じだよね。がっつりハンバーガーショップだと思うんだけど、一ページ目はハンバーガーじゃないんだね、サラダだね。5ページ目にして初めてハンバーガー、これすごいね。ここら辺は一人で食べるやつじゃないね、もうね。この辺からだな。何がいいかな。結局ね、これがねすごい量なんだけど、一人でも食べるよっていうんでこれいきます。ブギーバーガー、それとグラバージュ。あ、こっちにもあるんだ。いいね。こうなってんだ。ごめんね。あの奥の空間いいですね。あ、はいはい。まあ一人だからこれでもいいけど、グアバジュース久しぶりに飲んだ。うまいうまい。
この店一押しのスペシャルバーガー、ハンバーグにあるもの全てを詰め込んだ一品、パイナップル、チーズ、ベーコン、エッグをトッピング、トッピングはさらにトッピング、最初からトッピングされてるっていいか。これはでもボリュームあるよな、本当に一人で食べられるかな。来たよ、確かにすごいボリュームだ。飲み物なくなったんでコーラ頼んだらすごい量だ。最初からこれいっぱいだけで割りたな、すごいボリューム。いただきます。うまいうまい、やっぱりいろんなもの入ってたのがうまいな。そんな L サイズだよこれ。やっぱり量多いわ。店の前にはやっぱりバイクだよね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。まあうまかったことはうまかったんだけど、なんていうのかな、ボ
リュームに圧倒されたって感じだったな。でも満足、大満足。うん。ということで今日はこの辺でおしまい。これでいいのだ。